皆さんこんにちは。今回はニキビパッチ6選を徹底比較していきます。今回は目立ちにくさ、使用感、2つの観点から検証を行いました。ニキビパッチは炎症がある部分に貼るとニキビが治るように思われがちですが、ニキビは治癒する効果はなく、あくまで肌を保護する働きにとどまることを覚えておきましょう。ランキング回から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。6位はアクロパスの AC ケア。保湿成分のヒアルロン酸で作られたマイクロニードルが角層の隅々まで保湿成分を届けると謳っています。他の商品と比較するとサイズが大きく粘着力が低いので肌から浮きやすいです。肌を整える保湿成分である加水分解ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、オリゴペプチド76を配合しており、美肌効果に高く期待できます。ニードルが肌に刺さりチクチクするので、可能していてデリケートなニキビ部分への使用には向いていないでしょう。5位は VT コスメティックスのシカスポットパッチ。防水加工されたシートが特徴で、高い密着力で肌を守ると謳っている商品です。保護フィルムにミシン目が入っており、端が折れることなく清潔に使用できます。異なるサイズが複数枚セットになっているため、ニキビの大きさに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。具体文句通り密着性が高く肌にフィットしますが、厚みがあるため肌から浮きやすいでしょう。遠くから見てもシールを貼っているのが分かり、シートの色が白く光るため肌の色によってはかなり目立ちやすいです。4位はトゥデイズコスメゼロスポットパッチ。密着性の高いパッチが水や外気から肌を守ると謳っている商品です。柔軟性のあるシートで狙った部分に1回で貼り付けることができました。黄色っぽい色がついているので肌への馴染みがよく、遠くから見ると貼っている部分はあまり目立ちませんでした。しかし肌の色によっては表面がテカって見えたり白く目立つ場合があるので、お出かけの際には不向きでしょう。3位はオリーブヤングケアプラスキズカバースポットパッチ。ハイドロコロイド素材を使用し、肌を水やホコリから守ると謳っている商品です。ミシン目が入っている保護フィルムは衛生面で魅力ですが、上に1枚フィルムがかぶさっているため扱いにくさもあるでしょう。サイズがやや小さいため、ニキビを中央部分に収まるように貼り付けるのが難しそうです。肌に貼り付けた時の目立ちにくさはトップレベル。肌なじみの良い肌色のパッチで表面の光沢が抑えられていることで、つけている部分が目立ちません。厚みがないので上から化粧をしても目立ちにくく、普段使いにぴったりな商品といえます。2位は AC ソリューションクリアスポットパッチ。ハイドロコロイド素材のパッチでニキビができている肌を保護すると謳う商品。ミシン目の入った保護フィルムなので剥がしやすく、程よく厚みがあり貼り付けやすいです。肌に長時間ピタッと密着し、剥がす時の痛みもほとんどありませんでした。ベージュ色のパッチは肌につけると自然になじみましたが、中央の膨らんだ部分が少し目立ったので、肌色によっては白っぽさが気になる場合があるでしょう。光沢はそれほどありませんが、横から見ると少し気になります。長時間密着し肌から浮かない薄めのニキビパッチを探している人にぜひ手に取ってほしい商品です。ニキビパッチの1位はネクスケアイージーピックブレミッシュパッチケア。化膿したニキビを保護すると謳うハイドロコロイド素材のニキビパッチ。剥がしやすいように1枚ずつ取っ手があり、伸びたり折れたりしないよう工夫がされています。粘着力が高く寝ている間も剥がれることはありませんでした。肌色のパッチは肌になじみやすく、すりガラスのように曇っているのでニキビの赤みをカバーできました。表面の光沢はそれほど気にならず、貼った場所がわからなくなるほど肌に浮かずになじみます。肌に長時間密着し目立ちにくい商品を探す人におすすめするベストバイニキビパッチです。概要欄から購入リンクやマイベストの記事も見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。